カーカー。男と生まれたからには誰でも一生のうち一度は夢見る史上最強の男、グラップラーとは史上最強の男を目指す格闘士のことである。環境破壊は気持ちいいぞい。そんなバンクなの、速さが足りない。いいセンスだ。もっと腕にシルバー巻くとかさ。この髪とあれば見せてやろう。あ、怖いんだね。え、この野郎無様だな。うまい。俺はマサだ。セックスだ。ハリゾット、ハリゾット。サクサク行くぜ。戦わなければいいんだよ。って言ってるだろ。もう僕の前に現れないで。こんばんは、ゆっくりマリサです。おはようございます、ゆっくりヨウムです。あれ、霊夢は？霊夢は今 FGO のイベントで忙しいから、出れないって言ってたよ。そうか、今はバレンタインイベントやってるんだったな。まあ、私には関係ないことだけどね。それはいいんだけど、サポート役は誰にするの？前回に引き続きヨウムがやってくれ、てか私じゃなくて監督が指示するんじゃないのか？あの監督だけど、お風呂入ってる時に誰かに襲われて、全治3ヶ月の入院生活に陥ったよ。あらまあ、監督が復帰することを祈るぜ。それと訂正があってね。訂正？前回と前々回にこいつらのことなんて呼んでた？イレギュラーハンターじゃないのか？そのイレギュラーハンターなんだけど、そいつらただの一般レプリロイドなんだって。なんでも、アイゾックとかいう声がワイリーのやつにそそのかされて、騙されたやつららしい。視聴者さんから教えてくれたよ。ずっとイレギュラーハンターだと思ってた。は、恥ずかしいぜ。そんな視聴者さんにはお礼しなきゃな。この前私が買った、ポケットモンスタークリスタルバージョンのバーチャルコンソールの専用ダウンロードカード特別版の中に付属してる、カートリッジ型 3D マグネットをプレゼントするぜ。誰が欲しいのさ、それ、ダウンロードカードじゃないの？ダウンロードカードは購入してすぐに使ったからできないぜ。中古品を押し付けるとは。このマリサ、なかなかの畜生だわ。連絡先は言う。リッパの湯の人に連絡して受け取ってね。間違って森の人とパの人に連絡しないでね。特にパの人は、電話越しにカトラスぶっぱなしてくるから気をつけて。そのせいで何匹もの坊ちゃまが犠牲になったからね。こわ。さて、そろそろロックマン X6 のプレイの時間だぜ。もうそんな時間なのね。そうだぜ。では、わらき屋さん、よろしくお願いしますよ。では、カット。それじゃ始めますか。そうだった。視聴者さんにはまだ言ってなかったね。プレイしているうちに思ったんだけど、私の技量ではファルコンアーマーだと限界なので、こっそりとブレードアーマーを入手してます。ついでに一般レプリロイドも助けてパーツも入手してます。装備パーツは一応適当につけてます。適当につけた理由はないです。適当だから、次回予告と嘘になっちゃうけど、ステージはちゃんとその通りにするのでご了承ください。別にご了承しなくていいよ。存分に罵っていいからね。精神が持たないのでやめてくれ。本当の高みを手にするのは負けんだ。今誰か映ってなかったか？気のせいじゃないの？気のせいなら、いいけど、てか最近気のせいなこと多くない？キノコばっか食ってるからじゃないの？失礼な、私はちゃんとご飯食ってるぜ。このブレードアーマー、かっこいいな。きっと強いアーマーかもしれない。使ってみればわかるよ。使わなくてもわかる。ブレードとかブレードって名前がついてるやつは、だいたい強キャラだからな。名前で判断するのはいかがなものかな。
お、チャージが早いな。ハイパーチャージをつけたおかげで速くなったのかな。ここでちょっと試してみるか。まあ、どうせ強いんだから試さなくてもわかると思うけど。ほうほう、ジャンプボタンをしっぱなしにするとこうなるのか。飛んで行きたい方の方向キーを押すと、その方向に飛べるわけだ。ギガアタックはどうかな？え？だからよ。え、よ。誰？止まるんじゃねえぞ。ああ、やられちゃったよ。どちら様ですか？よくぞ聞いてくれました。お待たせしましたね。レフシングハーデス、ここに参上。待ってないよ、どういうことだよ。うむ、説明してくれ。本人が覚えてないから。いいでしょう、では説明しましょう。それは、節分の日が終わる前の話。中古で買ったピカバンを早速プレイするぜ。なぜわざわざ中古で買ったし。バーチャルコンソール版買えよ。いやー、某中古店で100円で売ってたから思わず買っちゃったぜ。しかもこのピカバンに出てくるピカチュウ、鳴き声がアニメと同じ鳴き声なんだぜ。知ってるよ。ピカチュウも鳴き声もアニメなら、主人公もボイスつけりゃいいのに。ゲームボーイだよ、無茶よ。ゲームボーイにボイス当てるなんて当時じゃ考えられんからな。私はゲームの鳴き声の方が好きです。マリサ、これ中古だけどバグとかないよね？店員さんから聞いたけどバグはちょびっとだけあるらしい。プレイ進行の影響はないって言ってたぜ。それならいいんだけど、なんか寒気がするんだよね。よし、やっとゲームが始まったと思ったら、いきなりこんな出だしかよ。は？え？は？え？今、喋ってなかった？喋ってたね。めっちゃ口の悪いサトシだった。確かこのゲームピカチュウ以外のアニメボイスはないはずじゃ。もしかしてこのピカバン、主人公もボイス付きだったの？まさかボイスがついてたとは。まあとりあえずプレイ続けてみよう。信じらんね。信じらんねえのはこっちだよ。なんで喋ってんのこいつ。多分妖精がいたずらしてるんだよ。たち悪いわ。これじゃプレイしてる子供たちが泣いちゃう。きっと幻聴だよ。三人とも同じ幻聴を聞いてる時点でもう幻聴じゃないでしょ。まあ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 、もしかしたら最初だけかもしれないだろ。プレイしまくればそのうち喋らなくなるって。泣きたい。まあ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 、まだまだ大丈夫。てかサトシ、こんなに口悪い子だったの。もうサトシのファンやめてケンタのファンになろうかな。なんでだよ。技名まで違っちゃってるよ。もうなんなんだよ。これで身動き取れねえだろ。なんか癖になった。おいおい、いいのか、そんな無謀なことをして。サンダーフォース。攻撃当てるたびに笑うのはやめてくれ。なんだと。こいつは驚いた。サンダーフォース。セコイも召し上がって。これはこれでいい気がしてきた。おらおら、お返しだぜ。サンダーフォースのこの副作用で決め始めたか。私はまたまた、魔法使いが何でもキノコが主食だと思うなよ。決着はついたようだな。所詮てめえのレベルじゃ俺様は倒せねえよ。ピカチュウと一緒に連れ歩きができるのか。第四世代で連れ歩き復活した時は嬉しかったなぁ。なんだと？てめえも死にてえがならぶっ殺してやろう。はい、こちらキリサメ魔法店。あ、あなたはこの間の店員さん。さっきのゲームを返却だって？ふむふむ。でも引き取りに来るの翌日になるの？まあいいや。このゲーム引き取ってくれるならいつでもいいや。明日になったらハデスって名乗る神がそっちに向かうって？神にそんな雑な扱いしていいのかよ。何？店員っていうのやめろって？別にいいじゃないか。バイトやってるんだし。あながち間違いじゃないでしょ。はい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 。
それじゃよろしく頼みますよ。神指団。思い出した、昨日、そんな電話してたわ。まあ、ないね。すみません。まあいいや、運賃管理って知ってる？え、うん、なんだって？運賃悪いけど知らない。なんだ。じゃああんたは知ってるのか？知らない。本当に神なのかこいつ。マリサ、そこら辺に穴がいっぱいあるから気をつけてね。おう。床は滑る、壁ジャンプもできない、落ちたらチュンチュン。結構神経使うなここ。慎重に飛び越えなくては。敵の配置とかいやらしいよね。さてどうなる。久しぶりだからブレードのコツは大体思い出せた。落ちてくる妖怪のタイミングを見計らってエアダッシュよ。おお、なるほどね。よし、いけた。やるね。おっと、あぶねえあぶねえ。そこら辺に穴を隠せるがあるから探してみて。もしかしてここかな。いやー、リンゴだ。ありがとうありがとう。おじさんびっくりしちゃった。ほんとか、お世辞でしょ。ほんとよ、ほんとほんと。まあ、気持ちだけでも受け取っておくぜ。仲がいいなこの二人は。これが主人公補正ってやつなのか。何を言っている、目を覚ませ。は、ユミコ様に食事を用意するの忘れてた。ふざけんな。仲がいいなあの二人。みやびだね。そんなことはさておき、次へ行くぞ。わからん、このままでは全滅だな。あら、殿下じゃありませんか。何かお困りですか。君に頼みがあるのだが、聞いてもらえるかな。一応。ニザムのところまで案内してくれ。ニザム、ハデスさん、知ってる？知らない。そうか。私でしたら案内しましょうか。感謝するぞ。ちょっと、サポートは？お時間にあってて、殿下、こちらです。では、行くぞ。行っちゃったよ。まあ、どうってことはないよね。サポート役がいなくても別にさ、あんまり役に立ってないし。厳しいね。いつものことだから気にしなくていいっすよ。まあいいや。ここも慎重に行かないとな。間違って横にエアダッシュしたら、壁に張り付いてるトゲにぶつかって即チュンチュンだな。だが問題はここからだ。ここが一番厄介な場所だったかな。16年ぶりだから忘れた。まあ、行ってみりゃわかるか。どうしようかね。とりあえずワンちゃん助けながら上へ行くぜ。あ、やべ、ダメージでか。この調子で行ってしまったら X が落ちね。まだまだ先は長いよ。あと少しでボスレアなんだ。あとちょっと、あとちょっとなんだ。私はまだ止まれない。ワンちゃん助けて気持ちよくボス部屋まで行きたいぜ。また茶番やってるよ。あれ、ヨウム、もう帰ってきたの？殿下が野生のフリーザーの吹雪くらって、氷状態になっちゃってね。氷直し使ったんだけど、殿下、ポケモンじゃなかったから使えなかったよ。当たり前だろ。で、殿下がフリーザーにお持ち帰りされちゃったよ。殿下へ、いや、そんなことはどうでもいい。ここを登り切れば殿下を助ければいいこと。私、ここを登り切ったら、殿下を助けに行くぜ。あ、無理だこれ。嘘！すまない X、ナイトハルト殿下のためだ。北極に散ってくれ。え、何を言っている？ふざけんな！イレギュラー！バタロー KO！ あらら、これはダメだね。ダメじゃないさ、X は殿下のために命を捧げたんだぜ。それはいわゆるコラテラルダメージというものに過ぎない。軍事目的のための致し方ない犠牲だ。お嬢ちゃん、お人が悪いことだよ。もともと手動だからね、しょうがないね。ご冗談を。大丈夫、今度はちゃんとボス部屋まで行くぜ。だから X のチュンチュンはここまでさ。お手柔らかに頼みますよ。このハデスさんでさえもおしっこ漏らしちゃいそうだからね。汚いね。おお、みるみる登っていくね。結構ギだったけど、なんとかチュンチュンせずに来れたぜ。マリサ、この先のボスの弱点知ってるよね。
もちろんだぜ、氷は炎に弱い。これはどんなことにおいても抗えない自然法則だぜ。ただし、レジアイスは除く。そうだね。ああ、そう思うとオラワクワクすっぞ。ハデスさん、この気持ちどうすればいい？撃っとけば？ああ、体の震えが止まらん。またお前かー。生意気にも抵抗してるよ。止まるんじゃねえぞ。マジで誰ちゃんよ。知らない。顔見えなかったけど多分そいつだ。敵側に貼り付けたけど多分違うと思う。まああんな無様にやられてるのがアーチャーだとは思わんかな。あれがボス？思ったよりちっちゃいな。これなら楽勝に倒せそうだぜ。見た目に惑わされちゃダメだよ。ライトアップしたらその正体がわかるよ。本当かな？狼みたいなレプリロイドだと思ったけど、あんなちっこい三角形がボスだとは思わなかったぜ。お前は俺にとっての新たな光だ！全然でっかい。やっぱり狼型のレプリロイドじゃありませんか。誰だよ、三角形とか言ったやつ。君、お前だよ。お前だ。くそ、どいつもこいつも舐めやがらせ。ハメ殺ししてやる、覚悟しやがれ。ブーン、怖。最後にハデスさんもハメ殺す。嘘です。お前さ、うんち漏らしちゃって、どうすんのこれ。ハハハハハ、ざまないぜ。うんこー、とことん汚いな。うんこ漏らす髪なんてあんたくらいだよ。思わずゼウスも笑われるレベルだぜ。任務完了。ほんと、どうすんのこれ。ステージクリアしたぜ。これで次の動画を編集できるぜ。さーて、ヤースモッド。悪いけどあなたの雨が働かなくちゃならない。私を実況を続けさせるのか。とてもな。しょうがねえな、次回予告でやっちゃったし。じゃ、続けますか。だけどその前に一旦 CM です。ゆっくり実況、ロックマン X6 を久しぶりにプレイパート4は、ご覧の提供でお送りするぜ。本当に久しぶりなの？初見プレイなんかじゃないの？16年ぶりなんだよこっちは。みんなもわかるはずだ。久しぶりにプレイすると操作してた時、なんだったっけってなるだろ？つまり、そんな感じだぜ。は、やべえ、尺が足りなくなった。戦い、それが全てだ。ヒーロー集結、ロックマン X7。 カプコン。戦って戦い尽くせ。加速するノンストップアクション、ロックマン X8、 3月10日発売。カプコン。真の勇気で戦え。 X が RPG を変える。ロックマン X コマンドミッション、2つのハードで新発売。カプコン。お待たせしました。というわけで次のステージへ行きます。で、あの50秒の間に私は少しだけ一般レプリロイドとワンちゃんを助けてきました。ところどころ省いてしまって、本当に申し訳ない。なんてやつだ。大丈夫。ここまで見てる視聴者様なんていないし。は、つまり思う存分何をしてもいいんだな。何を言い出すんだマリサ。悪いが、ここは戦場だ。生き残ってこそ戦える。イケボとはこれはいかに。デデデ大王みたいな顔しやがって。なんで失礼なやつ。何してもいいって言ったものの、思いつかないな。いつも通りにプレイするか。随分と和風テイストなステージだな。お、あそこに見えるのは鈴の塔だな。つまりここは円珠式。違う。何が違うのさ。ここは上都地方なんだろ。またウルトラホールでここに来てしまった。そういうことだろヨウム。何寝言を言ってるんだ。え？これさ、マリサを黙らせることだ。もう終わりかい、ニワシさん。マリサさん、何してるんですか？角度、OK。スペルカード、OK。発射いつでも、OK。あの、
許せヨウム、一回は一回だ。久しぶりにやりすぎちゃった。ウフッウフッウフフフフフフフ、くっそ寒い茶番してたらいつの間にかここまで来てしまった。そんでもってなんかダメージ受けてるし、これは何かにあれ言ってよ、何かにあれ言ってだよ。は、しまった、あの言ってる方はないわ。思わず手が滑ってしまってな。あれひどいし、ごめん。あ、なんだったんだあの子。はいはい、ご苦労さん。は、ハデスさん、今までどこ行ってたんすか。まあ、うちのちょっとした事故があったんだけどね。かわいそうな子供がいてね、その子供自動車で死んじゃったんだって。自動車保険でもかけときゃよかったかね。なんで最後他人事なんだ。あんたがやったんじゃないのか。いや、やったのピンタ君だよ。何やってんだ隊長。そのままドライブレコーダーで録画されてるよ。嘘、このきっかけから集まれたんだけど。見たい見たい。いや、見なくていいと思うな。余計見たくなるじゃないか。ヨウム、今すぐ準備してくれ。任された。あらら、スタンディングバイ。変身コンプリート。楽勝。ありがとうありがとう。おじさんびっくりしちゃった。ちょろいね。こりゃ愉快。狂っちゃったの。あ、バレた。鋭いね。暴走しちゃってるのか。子供。え、嘘。やっぱ自動車保険でもかけときゃよかったかね。はらら、どうしようかね。僕はまだ知りたくない。どうすんのこれ。任せといて。あ、行く。やったね。あごれ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 、免許にせろ。ルーコは、おい、お前状況分かってるのか。いや、死ななくてもいいはずの仲間が死んだ。ご冗談を。は？あ、ごめんごめん。まあ、はっきりさせたいんですよ。ん？うちが負った被害額だ。まずはその倍を賠償金として払ってもらう。嘘。そりゃないんじゃないの。その落とし前はきっちりつけてもらう。それってイレギュラーだよ。あんた何言ってんの。あらら、払えねえ場合どうなるかぐらい分かってんだろうな。とりあえず取り出しよう。あのさ、バカしろ。おしっこ漏らしちゃいそう。まあとりあえず義務満しよう。お人が悪いことだよ。バカしろバカしろバカしろ。あ、分かった、もういいもういいから。うんちんかんぐって知ってる？何この空気。どうすればいい？オルガ、潰せ。嘘。待ってちょうだいったら。うんこー。ハデス？まあいいか。さてと、帰るか。うん、じっとしてろオルガ。ああ、気に食わなかったんだ。なんかごめんな。何やってんだミカ。というわけさ、お前やられちゃったよ。まあ死にゃしないけどね。あ、うん、まあその大変だったね。うまかったことにしよう。もう選ぶのか。ただただひどく死にちゃってるけど、ここよくよくわかったよ。あ、わかったぜ。ウェザーアナライズという機械が暴走してるから、そのウェザーアナライズのコアを4つ破壊すればいいんでしょ。ええ、ご存知。またお前か。驚くことはないぞヨウム、あいつは BF 弾だ。なんか、最上階とこのびっくり人間4日の光だったのか。うまらん。これ以上言わないであげてヨウム。赤、じゃなかった。マスクザレッドがドヤ顔しながら白目向いてるから。あらら、これはダメだね。なんかごめんなさい。あ、砕け散った。そんなにいいじゃな
作戦に成功しよるや。お、それは助かるぜ。ここのボス、メインイタートロイドは、前のステージ出て逃げたアイスバーストが逆転だよ。これか。そうそれ。よく見るとエネルギー数が少ないな。10発しかないから慎重に使ってね。おう、任せな。これでも私は省エネ活動家なんだぜ。きれいね、私もよ。おう、どう違いたか。私も迫力牢で省エネ活動してるよ。ピンクの悪魔の食事の省エネをね。ピンクの悪魔？お前んとこに茨城せんいんのか。いや、そっちじゃない。来たな、デデデ大王。デデデ大王じゃないって。あれでしょ？ドンキーカング！違うわーい。なんだ？どっちかというとクッパだろ。違うってばよー。しかも画像違うし。なんか威圧そうだなこいつ。戦いたくないと思うほどの大物だったのか。突き進むしか道はない。だがこいつを倒すほかないぞ。エックス、やむを得ない。処分せ。やべ、押し間違えた。またお前か。もういい、カットだ。カット。これではアイスバーストが使えない。緑の子を破壊しないとダメージ取らないよ。甲羅についてるあの緑の子は2つか。でも相手が大車輪してるからこっちから攻撃できねえ。よし、今なら一滴にまくるぜー。くそ、ミサイルか。あとは上のコアを破壊すればいいのか。その通り。だけど破壊されたコアは時間が経つと復活するから注意して。復活するのか。わかったぜ。おお、跳ねれる。こう見ると面白いな。おい、己の器から己を解き放つ。俺たちは互いのスペアだ。サスケ、何を言っている。誰だよ。誰だっけ。もしかしてバサラのサスケ。無茶してくれんなよ。僕のサスケじゃないと思う。それじゃあ知らない。敵さんかわいそう。本当はあれイレギュラーだからな。しょうがないね。どうしてイレギュラーは発生するんだろう。答えてくれサスケ。完全にイレギュラーになってしまったのか。お互い様だし。え、何を言っている。だからお互い様。ふざけんな。あはははは、冗談が通じないんだから。お前はイレギュラーだ。そうですとも。何この会話。やばいぜヨウム、アイスバーストが降ってしまった。相手のライフをよく見るんだ。あ、なんだ、あと一撃入れれば終わりじゃないか。ほら、頑張りなよ。こっちのライフも残り少ないが、ここで決めてやるぜ。ここで倒す。サスケ、お前は俺のスペアだ。サスケ、俺たちは互いのスペアだ。サスケ。今回いろいろすごかったな。あれ、赤くね。わからないけど、赤い氷は緑の氷よりレアかもしれないよ。そうか。任務完了。やっとこクリアしました。おお、クリアしたようだね。そういえば何しに来たの、あんた。忘れちゃったよ。まあいいか。忘れてはいけない何かを忘れた気がする。マジで、なんだっけ。あなたは何やってんです、そんなところで。あらら。あ、いつぞやの店員さん。あ、ごめんごめん、忘れちゃってたよ。はっ、食いしばれ。そんな大人、失礼してやる。うんこー。ナムアミダブス。難なく5体目を倒した X は、残り3体の調査員も続けて倒しに行く。しかしその3体のうち1体が、虹村を増やすというスタンド使いがいた。ジャイアントロボを操る草間大作と手を組み、X を追い詰める。そして、あるアーマーをすべて集め、ゲートに立ち向かう。だがゲートの他にあるレプリロイドが現れ、いや、まだ言うべきではないな。次回のお楽しみということで、私にもちゃんと出番あるんだろうね。ちゃんとあると安心したまえ。テレイムじゃないか。FGO はどうした。ちょうど今終わらせた。この次回予告の映像って、正直関連性はないぜ。ですよね。だってまだゲーム録画してないからこれだけで詰め合わせしてるんだ。それにわざわざ 1.15 倍速で喋ってこの BGM の終了時間に合わせて喋るようにしてるからな。なんだと？次回、ゆっくり実況、ロックマン X6 を久しぶりにプレイパート5。次回もゆっくりしていってね。お疲れちゃん、バイバーイ。